県内では今日新たに42人が新型コロナウイルスに感染したことが分かりました自治体別の感染者数は沼津市で15人、静岡市で9人などとなっています1週間の変異ウイルス陽性率は10.6%と前の週よりも3.5ポイント増加しましたまた先週発表された御殿場市のスポーツスクールでのクラスターでは 感染者9人のうち2人がインド由来の変異ウイルスデルタ株と判明し県はデルタ株クラスターだという見解を示しましたデルタ株のクラスターは県内で初めてです県の警戒レベルは首都圏に近い東部を中心に感染者数が増加していることから4に据え置かれましたまた静岡市は26日から ワクチン接種証明書の申請受付を始めると発表しましたこれまでに接種ミスは6件発生し11人が該当していますがこれによる健康被害は確認されていないということです